チュルさん今度本出すんですよね。本出します。はい、なんてやつですか。12月10日に幻冬舎から発売されるんですけど、はいはい、可愛くおごられて気持ちよくおごる方法、はい、読み上げてますね。なかなか覚えられない。いや覚えてるんですけど、可愛くおごられて、可愛くおごられて気持ちよくおごる方法です、はい、12月10日発売。はい、の略称を川おごって自分で言ってるんですけど。可愛い。はい、川おごでハッシュタグ川おごで、今回はハッシュタグ川おごで行く感じです、はい、行く感じですね。はい、あのもともと幻冬舎さんで月に1回いい店やられる店っていうご飯デートのマナーみたいなことを書いてた連載があったんですけど、それにあの半分以上あの付け加えて書き下ろしを加えて出版です。じゃあいい感じのお店リストみたいな本になるんですか。いや、お店の情報っていうのは本当にちょっともう全外して、あの自分のデートの思い出とともに、おすすめのお店を何軒かピックアップしたっていうページはあるんですけど、お店というよりはあの、まあ、マナー本に書いてないマナーっていう感じですかね、はいはいはい、例えばごちそうさまいつ言うのかとか、接待とかのあと会社飲み会の時にどれぐらい傾斜つけるかとか、なんかこう書いてないマナーってあると思うんですよ。なんとなく雰囲気でみんな分かったけど、例えば合コンにお金払うふりをどうするとか、そういう2回財布出すみたいな、そうですそうです、合コンにわたみ使いませんよねみたいなことって別に誰からも教わらないけど、東京の人みんな知ってますよね、でもたまに知らなくてしくじっちゃう人いますよねみたいな、そこを書きました。その絶妙な暗黙示みたいなところをついたような本になってる感じですかね。にしたつもりですね。あとはまあ自分の中で20代総集編だと思ってるんですけど、はい、この本は20代でしか書けなかったなって思います。それはどんなところが。なんか落ち着いちゃったんですよ最近気持ちが、はい、そうなんで、なんかすごいやっぱ書いたものって自分が出るんだなって思ったんですけど、恋人いない時っていうのはやっぱそういう気持ちが出てるし、恋人できてからは丸くなってるし、はい、なんかすごく文章が変わってきたなっていうふうに思っていて、でなんか心が落ち着いてると書けない文章とかも中には結構あって、あ、これは本当に20代の後半でリアルタイムでしか書けなかった文章だなっていうのがすごく詰まった本なので、はいはい、自分の中ではすごい思い入れがある本です。どういう人に読んでもらいたいとかあるんですか。もうこれはでも老若男女いろんな人に読んでもらって感想。男性でも大丈夫。あ、男性にむしろ読んでほしいですね。それはあの女性を誘うときどうすればいいかとか、そういったことが書いてある。あ、そうですね。例えばなんか男性って会ったらもうなんだろう、会えばいいじゃんみたいに思ってる人がいるんですけど、例えばその男の人に口説かれていいかなっていうのは、口説かれていくかどうかっていうのは割と前日の夜に女性は決めてるんじゃないかって思うところ。前の日なんだ。はい、前の日です。なんか持ち帰られるかどうかっていうのは女の子は多分前日に決めてるんですよ、なぜかというとあの顔と髪の毛が完成しないんですよね、いきなり行くと、化粧品とコテを持ってないんですよ、はいはいはい、っていうことはあのなんかおちおち止まって帰れないっていうことなので、なんとなくこの心の準備みたいなのが前日からしてて、そういうなんかこの人とどうなるんだろうと思ってる時にリマインドメールみたいな、なんか明日楽しみにしてるよみたいなの来たりすると、あ、なんかすごいちょっと準備変わってくるみたいな、はい、ふわっとするみたいな、ほう、そういうことを書いてみました。なるほどって思いました。あと予約しておきます。 あ、 ありがとうございます。そう言われるとそうなのかもなって気がしますね、リマインドメール大事にしないとです。前の日の何時ぐらいに送るといいんですか。それなかなか、だって昼12時に送ったらこいつ仕事してんのかってなりますよね。あ、いやでも全然嬉しいと思いますよ。とかなんかお店を選ぶ時とかに、はい、なんか適当に予約しておくねっていうよりはある程度やっぱちょっと期待感を持った、持たせたような文言にした方がドタキャンしづらいと か、なんか照れ隠しで適当に取っといたよとかじゃなくて、ちゃんと君のためにこういうふうなとこ取ったよっていうふうに言った方がいい。例えばその何系食べたいって聞かれて、でなんか返したとしますよね、そしたら3つぐらい候補が挙げてきたら、あ、この人こんなに調べてきてくれるって思うじゃないですか。 なんかそういうほんのちょっとしたことでこう女性の気持ちって変わったりするので、なんかせっかくだったらそういうとこを気をつけて、あのうまく持っていった方がいいんじゃないかなと思って、私の周りのなんかモテる男性と、あとなんかまあ数々の修羅場を経験してきた女性たちを観察しまくって書きました。はあ、これは絶対買った方がいいですね。そうですね、そうなんだ。いやいやいや、僕たちだと全然もうワタミとかに、ワタミは行かないですけど、なんか
リマインドメールはしないかもしれないです、ね、あんま頑張った感じを出さない、あえて出さないような人っていると思うんですよね、はいはい、それやっちゃいそうです、ぶっきらぼうにあえてやっちゃう人もいると思うから、はい、予約しといてよ、なんかちょっと頑張ったことはちゃんと頑張った風に伝えるっていうのは、うん、とても大事かもしれないですね。それで惹かれちゃうかなっていう、まあやりすぎよくないかもしれないですけど、まあキャラに合わせていろいろなパターンがあると思うんですけど、うん、まあこう見ることによって、うん、あ、なんかこのスマートなおごり方を真似してみようとか、うん、何かしらヒントになることも、うん、やっぱ男性同士でそういう情報共有あんまりしてないし、ないですね、女性同士でも意外としないんですよそういう話って。でだし、なんか飲み会でバーって話して忘れて、はい、で次の日に再現性とかがないから、うん、まあ、本にまとめてみましたよってみたいな感じで。じゃあハーチューさんが実体験で学んだことが詰まっているといろいろですね、はい、でも結構、まあ、周りの人からネタもらっているところもありますし、あのハーチューさんのツイッターのメモってやつ、はい、役に立ちますよね。 ありがとうございます。あれそうだなと思うのが結構多くて、でもあのハッシュタグメモって割と恋愛系のツイートをたくさんしてたんですけど、うん、最近はほとんどしてないんですよ、うん、それとかもなんか恋愛について考えることよりも自分の興味が移ってきたからで、うん、で今回の本にはやっぱりあのハッシュタグメモっていう恋愛ツイートからのものも載せてるんですけど、うん、もう多分あれ30代になって出てこないなって思います。20代だからこそ出てきたメモ。そうですね、うん、なんか結構意地悪な目で男性とかを見てたことがあるから、はいはいはい、その時に生まれたものであって、うん、なんか今すごい私仙人みたいなんですもう本当優しくなったんですか男性、まろやかに、いや男性とか見ても何見てもなんか心が穏やかになるんですよねそれは何が起きたんですか、何なんでしょうね、年齢的に。いやでもなんかある意味こう世間と距離を置いてるんですかね、はいはい、なんかフリーとして自分の仕事のペースが確立できてあんま消耗しなくなったからみたいなとこなんですか。あ、それもあるかもしれないです、うん、なんかドロドロしてるところに自分から足を踏み入れなくなったとか、うん、やっぱりなんか書いてやろうって思うときって、うん、怒りとか、うん、なんかこれはいかんって思うことの方が多くて、うん、そういうのがネタになったりするんですよね、うん、だけどやばいじゃないですか、ネタなくなってきちゃうんじゃないですか、これはいかんって、うん、なんかネタが月刊発注とかになると、うん、粒あんの話とか、なんか普通に美味しかったものとか、うん、楽しいことに行ってるっていうのはすげえいいことですよ ね。なんか松浦八太郎さんが乗り移ったみたいになってるって丁寧になってる、はい、丁寧な暮らしにシフトしてしまって やっぱ行き着くところは松浦八太郎さんなんだって。そうなんだ、はい、いいことじゃないですか。分かんないです、そのうちなんか 2年ぐらいしたらまたなんかメモみたいな振れ幅があってねそうです本当にさらにパワーアップして上回ってるかもしれないけど、そうそうそう、年収7000万以下の男はいかんとか言ってるかもしれないですけど、化粧品7万円使うんだから私は最近もシェアされてましたね田畑さんによって。あれなんか漫画になってますよね、4コマ漫画だっけ。はい、週刊なんだっけ、スピリッツのホイチョイプロダクションさんのやつで漫画になったり、うん、スーパーに取り上げられたりとか、まあ、いろいろなところで広告効果を、ね、飛び火してね、あの時はね、はい、っていう時期が終わったということ。分かんない人に簡単に説明しておくと、あれは何でしたっけ、何かのブログか何かで女の子はすごい、はい、こんだけお金かかってるんだよっていうのを自分のブログに書いたんですか。そうですね、なんかこう読者モデルさんとかがよくなんか私ネイルこういうとこに通ってますみたいなとか、うん、ああいう人たちのこう着てる洋服とかネイルとか全部換算したら大体月に7万円ぐらいかかってるんです、うん、まあ、もちろんちょっとネタも含んでるんですよ、はいはい、ちょっと高めに計算してますけど、うん、まあ、だからこう肉会っていうサービスを私作ったんですけど、うん、肉会のおごるボタンを男性は使ってどんどん女の子にご馳走しろっていうことを書いたんですよ、うんうんうん、そしたらいろんなところがなんか燃えてましたよね、はい、うん、よくわかんないけど7万円も使ってそんな顔ですかみたいな、いろんなところからひどいお叱りを受けて、でもまあおかげでなんかあれはいろんな人に一年中取り上げていただいて、そうなんだ、ああって君7万円の子かああいうのが週に1回ぐらいあるようなイメージでしたよね昔は、一時期って。そんな方がいいですか。まあでもやっぱりこう私書いてること自体はそんなに尖ってないんですけど、タイトル付けは挑発的になったりとかして、例えばなんか飲み会、飲みに行かないはバカと暇人のものみたいなタイトルで書いた記事があるんですね。それってなんか本当に忙しい人と飲みに行きたかったらこういつか飲みに行きましょうとかじゃなくて、ちゃんと日時決めなきゃダメだよねって極めて普通のことを言ってるんですけど、バカと暇人みたいなこと書いた方がやっぱ PV は上がるんですよ。そうですね、でやっぱ同じ労力かけるんだったら PV 高い方が媒体さんに恩返ししてるなってプロ意識ですね、はい、思うので
なのでそういうことばっかりやってたら疲れました。はい、だって媒体守ってくれないですよ、そんなの別に。まあそうなんですよね。うん、でもまああれはあれで、すごいハーチューっていうライターがいるって、まあ今私ライターじゃなくて作家っていう風にしてるんですけど、あのハーチューいろんなところで見るよねっていう風に思ってもらえたと思うので、私はあれはあれでよかった。あの時はじゃあ拡大路線の時期だったみたいな感じなんですかね。そうですね、ちゃんとでもタイトルだけじゃなくて読んでくれる人は、あの読んで意味分かってくれてたと思うし、あとはまあそこで名前を知って興味を持ってくれた人っていうのも多いと思うんですよ。で、他のものとか見てもらったらまた違う印象とか、印象変わっていくと思うので、まあなんかいろいろ言ってみてよかったっていうのは、はい、で今はもう1000人みたいになられて穏やかになった。1000人は言い過ぎですけど、まだまだなんかすごい煩悩ばっかりでイライラすることもそういういろいろあったって思うんですけど、なんかやっぱり言いづらくなってくるんですよ、そういうことが。それは自分のポジションが変わったから、いや、まあ、会社員時代よりは言いやすくはなってるとは思うんですけど、なんかまあ言ったら燃えることが分かってて、燃えるとやっぱそれなりに消耗するんですよね、カロリーを。いろんなところからいろいろ言われたりとか、説明を求められたりとかして、でなんかそういうものに対応したりとか、それで自分の心が傷ついたりするのが嫌だから、もう私のキャラとか本当に言いたいこと分かってくれてる人にだけ分かってもらったらいいやっていう感覚でいます。なるほど、その方がまあ幸せですよね、明らかにね。幸せ、人によるのかな。人によりますね。殴り合うのが好きな人、好きな人は好きですもんね。ミクシーしねみたいな言ってる人とかいたじゃないですか。いますね。じゃあ今度本が出ると、20代集大成みたいなやつが、集大成です。川尾語。川尾語。本当にあの1月に30歳になるので、本当にもう20代の締めくくりです。じゃあ皆さん買った方がいいですね。内容的にはね、男女ともにいけそうで。年齢的にはね、でも30代40代の人もね、今からの勉強した方がいいような。あとはなんとなく本っていうのがグッズ化してきてると思うんですよね、あのもう無料でいいコンテンツいくらでも読めるようになってると思うので、本で買ってもらう意味をつけようと思って、今回本がすごい可愛くなってるんです、インクもいろいろ使ってるし、あとはあの最後に、まあ、余白の部分に副音声っていうのを全部つけて、あの本文とはまた別で自分の後からの追記を副音声としてつけたりとかして、まあ本ならではの遊びをいろいろ入れてみたので、そういうとこもなんか見てもらいたいなと思ってます。だいぶこだわってますね。こだわってます。なんか最近あのアーティストさんのマネジメントをしてる人とお会いしたんですけど、その人もまあ CD が売れないっていう話をされてて、でなんか私の本がなかなか売れないっていう悩みと共通しているところあるなって思って、まあいろいろ意見交換したんですけど、なんかもうあの CD とか売れないから、今アーティスト何売ってると思うって言われて、何売ってると思いますか。アーティスト一番お金が儲かるのって何だと思いますか。なんだろう、なんか私物売るとか、わかんない。まあ、でもライブの T シャツとか物販とか、そうですよね。物販で儲ける。T シャツとタオル売ってるそっちの方が CD よりも行くんですか、なんかライブとかやっても、なんか、まあ、私の喋ってた人っていうのは、もう昔武道館をいっぱいにしたアーティストさんを担当してるんですけど、今はもう200人の箱でも埋まるか埋まらないからしいんですね。そうなるとライブのスタッフの人件費だけでライブのチケット代っていうのはもう終わっちゃうらしいんですよ。でじゃあ最後何で儲けるかって言ったら、T シャツとかで、もうなんかすごいカツカツになってきてるんだなって思いましたね。僕の知り合いのあるメディアの編集長はなんか PV とかもいいから、ブランドを高めたいって言ってて、その指標が俺たちが T シャツ作った時に買ってくれた人がいたらいいなみたいな、そういうサイト作りたいって言ってる人がいて、あでもそれすげえいいことだなと思ったんですよね。このサイトの T シャツ欲しいとか、じゃあ EC サイト同時に作って、であの T シャツの売り上げ KPI にしたらいいんじゃないですか。そうですね、そうなりますよね。でも T シャツ好きってことは、まあ、そこが超好きってことだから、確かにいい指標になりそうな気はしますね。ぶっちゃけ何でもいいんでしょうね、世界観を売ってるっていうことだから。なんか私そのアーティストさんの話を聞いた時に、北欧暮らしの道具店の話をしたんですけど、わかりますか。わかります、わかります。皆さん多分チェックされてると思うんですけど、あそこって本当ストーリーの見せ方がうまくって、なんか別に何も欲しくないのにここで買わなくてはみたいな気持ちになるんですよね。
なんかもう全てのアーティストと作家は北欧暮らしの道具店を見習った方がいいと思ってそっか、もう最近めっちゃチェックしてます。ちょっともうちょっと詳しく見てみます、いやそういう意識で見てなかったので、うん、北欧にあんま興味ないからさらっと見てましたけどちゃんと見てみよう。あそこ買うと、うん、あのリトルプレスっていうんですか、小さい冊子が2冊ついてくるんですよ、うん、はい、それとかがなんかすっごい価値あるものに思えるんですよね。多分そこら辺でフリーペーパーとしてあったら絶対取らないものなんですけど、うん、もうそのリトルプレスが欲しくって物買っちゃいました、うん、私。そうなんだ、はい、ちょっと買ってみますよ、うん、なんかファンっていうのの作り方天才的だなって思いましたね。でもちょっと評判になってますよね、いろいろね、うん、そうですね、もう結構いろんなメディア出られてますけど、はい、私はもうすごい注目してるというか、これからどうなっていくんだろうって思ってます。川尾、川尾です、はい、ぜひ12月10日にリンク貼っとくんで、はい、あのそこから皆さんに買っていただきます。